今日東京に来たかというとですね、今日はそうだ面白ミュージアムへ行こうというテーマでですね、まあ東京だからというか多分面白っていうところで僕が選ばれたのかなとは思ってるんですけれども、ミュージアムですよ、博物館ですよ。ちょっと硬いイメージ持ってる方もねいらっしゃると思うんですけど、面白ってついてるんで、これはやっぱり僕が行ってね、その面白さっていうのをどんどん体感して皆さんにお伝えしていこうかなと思っております。面白いのは僕じゃなくてミュージアムですからね、そこは皆さんきっちりとしっかりとそこは把握していただきたいなと思います。じゃあどんなミュージアムが待ってるのか早速行ってみましょう。これインターメディアテクっていうお名前は、うん、どういう意味が込められてるんですか。多様な、表現メディアと学術を結ぶ、そういうコンセプトがこの、一つの流れではあります。現代の人が必要なのはこうなんかハンティングスピリットっていうか、自分のこの目と体でもってこの空間の中でハンティングしなさいと。なるほどね。もともと東京中央郵便局の集配室だったなので、長さにして70メートル、ワイドにして15メートル弱、ここ、ね、天井高にして 5.5メートル。ここはあの窓から非常に大きな開口が北側に、ね、面してあって、そこから東京駅が一望できるんですけれども、はい、そういうその現代の都市風景の中で、この例えばクジラの大きな、そのなんていうかな、骨格標本を眺めてみるっていう、うん、そういう場所って今までなかったはずですよ。従来のミュージアムの感覚、あるいは従来のこういったその文化施設の概念と違うものをチャレンジ僕らしたんです。だからそういう新しさに対し是か非かという見方をしていただけたらいいと思う。こういう世界からみんなが何を感じ取れるかっていう、その僕らのチャレンジ精神を来館者も受け止めてほしい。見る側もチャレンジに対してどう自分は対処したらいいのかってことを知ってほしいなって思うんですよね。おお、すごいですね。部屋の中いらっしゃいませ。お席でございます。よろしくお願いいたします。もうこれ館内至る所タコだらけじゃないですか。そうですよ、足元から天井から全てねタコですね。タコの博物館としては世界で最初のものなんですよね。それだけが自慢なんですけど、ね、すごいですね。昔はね、古語ではイカのぼりって言ってたのね。そのあ、イカの形のタコがある。イカの形のタコって言うと面白いですね。そうですし、やっぱりこれだけのものっていうのがずっと受け継がれてきたんだなって、歴史っていうのはすごく感じるので、もうその地方地方でね、もうみんな300年とか400年の歴史があるわけですから、もう江戸より古いんですからね。タコはまあとにかくそういうの大事にしたいですね。しかも都心でね、残しておきたいような気がしますけど、いやぜひ皆さんも来ていただきたいと思います、はい、本当に。ありがとうございます。今日どうもありがとうございました。どうもどうもありがとうございました。若干半信半疑なんですけど、あれ、あ、これ違うでしょ。これかな。あ、声聞こえてきた。すいません。はい、こんにちは。あ、こんにちは。はい、どうもいらっしゃいませ。普通のお家のように浮かぶ。まあそういう、まあ、感じですけども、一応中で、博物館っぽくなってます。わかりました、はい、じゃあちょっと見せていただいてもよろしいですか。はい、どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、どうぞ入ってください。現在市販されては一台も置いてませんので。この中には、はい、まあ全部コレクションとして置いてあるものばかりを置いてありますね。旧帝国陸軍がですね、はい、まあ自分のために、スペシャルな金庫をですね発注して作らせたっていう、まあ、特別な金庫なんです、縦に5個、横に10個と全部で50個のボタンが配列されている押しボタン錠がついてまして、はい、そのうちの5個のボタンを間違えずに押さないと開かないっていうふうになってます。そう、ここはですね、はい、でうちの玄関の鍵なんですね、こういう感じの形です。これ鍵ですか。鍵です。これどう説明するか、ちょっとプロの技を見せてもらいましょう。、はい、これは実はね、フランスのルーブル美術館で使ってた錠前と全く同じ錠前なんです。どんなことを感じてほしい、思ってほしいとかってあります。もうここに来たいんだってことで来ていただいた、まあ、見学者の方にはですね、もうできるだけこういう風だったのかと、面白かったなと、意外に面白い、不景なっていう感じで帰っていただきたいので、ね、それを、まあ、心がけてはやっています
どういったものがここは展示されてるんですか。そうですね、あの名前の通り、はい、相撲博物館ですので、うん、相撲について。昭和29年ですので、はい、今から約60年前に、あの川の向こうに蔵前国技館ができた時にオープンしまして、はい、で昭和60年今から30年前にこちら移ってきまして、このスペースで展示をしています。代々の横綱ですか。はい、初代からですね、現在71代まで、はい、横綱がいるんですが、まあ、その肖像ですね、まあ、写真なんかも含めて、そうですね、飾ってます。もちろん新しい時代になってくると、知ってるなっていうね、当然、ね、たくさん、はい、皆さんご覧になって、ここから知ってるとかいうことでちょっと盛り上がったりされてますね。面白いですね。ぜひね、東京に来た際はこの面白博物館全部回ってほしいなと思っております。ということで、こういう面白系がありましたらね、今後も私面白旅人の小谷大輔にお任せあれということで、ぜひ皆さん今後もまたどこかでお会いしたいなと思います。ということで、矢作田オンザロード旅人の小谷大輔でした。